お得にお土産を購入できるお店は一体どこなのかを実際の値段を見て比較をしてまとめてみました。赤い枠が一番安かったところ、青枠が一番高かったところになります。宮古島のお土産といえば定番のチンスコーから、意外と知られていない地元の特産品を使ったお菓子、お酒好きにはたまらない青森など美味しいものがたくさんありますよね。旅行にお土産はつきものですが、できれば時間とお金をあまりかけたくないと思っている方もいらっしゃいますよね。今回私たちはその悩みを解消すべく、宮古島でお得にお土産を購入できるお店は一体どこなのかを実際の値段を見て比較をしてまとめてみました。普段なんとなく立ち寄ったお店で購入したり、帰り道に空港で急いで購入しているそこのあなた、時間を有効活用、そしてお得にお土産をゲットすべく、今回の動画をぜひ参考にしてみてください。今回調査をしたお店はこちらの3店舗、ドン・キホーテ宮古島店、新洲市場、島の駅宮古。今回は全7品のお土産の値段を調査してきました。1つ目、雪塩チンスコ。宮古島の海水塩、雪塩を練り込んでいる沖縄土産の大定番のチンスコ。2つ目、紫芋ケーキ。宮古島産の紫芋を生地に練り込んだしっとりふわふわのパウンドケーキ。3つ目、まもるくんの紫芋ケーキ。宮古島の安全を見守っているまもるくんをイメージした紫芋パウンドケーキ、ユーモアも兼ね備えたお土産の一つとしておすすめです。4つ目、黒糖カステラ。宮古多良間産の黒糖を 100% 使用した自然の甘みたっぷりの黒糖カステラです。5つ目、雪塩ラスク。宮古島の雪塩を使用したほんのり塩味のある柔らかラスクです。こちらのラスクはカステラ生地をスライスしているので柔らかな口当たりが特徴です。6つ目、菊のつゆビップゴールド。8年貯蔵酒をベースに作り上げた菊のつゆ酒造で人気ナンバーワンの商品です。7つ目、琉球王朝特選古酒モンドセレクション最高金賞を受賞するなど、国内外にて高い評価をいただいている琉球王朝特選古酒です。お菓子だけではなく、私たちがよく購入しているお酒も比較対象に入れてみました。先に結論を言いますとこんな感じです。お菓子部門とお酒部門で順位をつけてみました。お菓子はドン・キホーテと新洲市場がおすすめですが、そこまで値段に差はありませんでしたので、お菓子に関しては個人的にどの店舗で買ってもいいかなという印象でした。一方でお酒に関してはかなり大きな金額差がありました。圧倒的に安かったのが新洲市場、2位はドン・キホーテ、島の駅宮古は種類豊富でしたが値段的には3位という結果になりました。皆様きっとどこのお店がどのくらい安かったのか気になるかと思います。後半に金額詳細の記載した比較表でまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今回調べてきた3店舗がどのような特徴や雰囲気を持つお店なのかをお伝えしたく、少し映像をお見せしたいと思います。最初の店舗はみんな大好き宮古島唯一のドン・キホーテ。宮古島に訪れたことがある方なら一度は足を運んだことがあるのではないでしょうか。宮古島では必須の海水浴グッズが広い店内に所狭しと並んでいます。観光で持って行き忘れたものを購入するのにもとても便利です。必要なものはドン・キホーテで全て手に入れることができる、この安心感は他の店舗に真似はできません。また深夜まで空いているのも嬉しいポイントです。私たちはよく夕食を食べた後のお酒の買い出しにドン・キホーテを利用させてもらっています。肝心のお土産コーナーはというと、入り口に入ってすぐにお土産コーナーがあります。お菓子だけでなく T シャツや琉球ガラスなど、これぞ沖縄土産といったものがほとんど揃っています。一般的なドンキではお土産のイメージはあまりないかもしれませんが、宮古島のドンキではお土産も豊富なのでおすすめです。また全体的にリーズナブルな価格設定で品数も豊富です。2店舗目は新洲市場です。ここは以前に動画で紹介しましたが、宮古空港から一番近い市場となり、アクセスもいいです。毎朝 JA に加盟している生産農家から仕入れる新鮮な野菜や果実、島人手作りのお弁当やお惣菜、手作りパンやデザートなど、ローカル感あふれる食品が多いことが特徴です。
地産品の販売所ということもあり、野菜コーナーがとても広く、地元の方が多く利用されていますが、定番のお土産もあり、観光客にとっても品物のラインナップが豊富なので、現地の雰囲気を味わいながらも楽しく買い物ができます。3店舗目は宮古島の新鮮な野菜や果物、特産品などが並び、焼きたてのパンやお弁当まで何でも揃う島の駅宮古です。こちらも農家直農の新鮮野菜や果物が見どころです。島の駅宮古の特徴としては、市場ですがフードコートやパン屋があることです。種類豊富な手作りパンが手軽に買える食パンの西里、こちらの生食パンは耳まで柔らかくて大好きです。お土産に関しては雪塩の会社が経営母体にあるため、雪塩の商品が勢ぞろいしています。お菓子以外ですと調味料の種類がどこよりも豊富で、他では売っていない島人手作りの島唐辛子などもありました。またラフテーやチャンプルーの素、お酒などといったお土産も種類豊富に陳列されているなと感じました。以上がざっくりとしたお店の紹介でした。それぞれ特徴があって、どのお店もそれぞれの良さがあります。それではお待たせしました。今回調査したお土産の値段表がこちらになります。赤い枠が一番安かったところ、青枠が一番高かったところになります。全体的に見ると、新瀬市場が一番安くお土産を買える結果となりました。ドン・キホーテだけ新津港が異様に安かったのですが、お菓子の値段はどのお店もそんなに差がなく変わらないことが分かりました。このことから、お菓子のお土産を買う際のお店選びで重要なことは、値段よりも品揃えと希望の商品があるかどうかだと思いました。ザ・宮古島の定番土産を買うならドン・キホーテ、雪塩シリーズが買いたいのなら島の駅宮古、定番からローカルな商品を買いたいなら新瀬市場、目的に合うお店を選んでいただければ良いかと思います。ただし、大量のお菓子購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、少しの値段差も注意していただけたら幸いです。以前にこちらのミニケーキを40個くらい購入したのですが、新瀬市場と島の駅宮古で数十円、2、3割程度の値段差がありました。1個だと気にならないのですが、40個ともなると1000円以上も代金が変わってきます。その時は安かった新瀬市場でミニケーキを購入しました。こういった経験もあり、私たちはお土産を購入する時は比較的料金の安い新瀬市場で購入することが定番になっています。今回比較したお菓子は、比較的どこにでも売っている定番品を選んだせいなのか、あまり差はありませんでした。ですが、もう少し違った商品で比較すると大きな差が出たのかなとも思います。お菓子とは反対に、お酒は値段差がかなりありました。今回調べた2つの銘柄については、新瀬市場、ドン・キホーテ、島の駅宮古の順番となりました。菊の梅雨で見てみると、一番安い新瀬市場が1333円、それに対して島の駅宮古は1790円と457円も値段差がありました。この値段差はかなり大きいですよね。お酒に関しても、新瀬市場が安くて一番お得だなと感じますよね。家族のお土産のために2種の泡盛を新瀬市場で購入したのですが、2つ合わせて3000円以下で買えて大満足でした。お酒に関してまとめると、一番安く買えるのは新瀬市場、少し値段は高いけどお酒の種類が多かったのは島の駅宮古。以上で検証は終了です。検証は2022年4月時点の料金で比較しております。最近ニュースになっている価格高騰の影響もあって、値段が変わっているかもしれませんが、少しでも参考になれば幸いです。また今回は7品に絞って調査を行いましたが、もしかしたら品物によっては違った結果になることもあるかもしれません。皆様が気になる宮古島のお土産は何でしょうか。他の商品も調査してみたいと思っているので、コメントにてご協力いただけますと幸いです。加えて、宮古島でここでもお得にお買い物ができるよといったお店やお土産の情報などもありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。